あれ、なんかあっちにぎわってるね。祭りかなんかやってんのかな。ちょっと覗いてかない？明日にはこの先の村まで行っておきたい。先を急ごう。いいじゃん。たまには息抜きも必要よ。あっ！ててすまない。大丈夫か、若者。こちらこそ。僧侶様におけがはございませんか？ああ、現代なら大丈夫。お相撲さんがぶつかったってびくともしないんだから。そうですか。それはよかった。え、泣いちゃった？ああ、現代泣かせちゃった。いけないんだ、いけないんだ。申し訳ない。若者、どこか痛むのか？であればすぐに医者を。いえ、そうではないのです。緊張の糸が切れたようで。何かあったのか？我々でよければ聞こう。料理対決？声が大きいです。ああ、ごめんごめん。早い話が、私の店極み屋と最近どんどん支店を出している志向庵で料理を出し合って、うまかった方が勝ち、そういう対決です。なるほど、にぎわっていたのはそれだったか。面白そうじゃん。面白くなんかないですよ。私が負ければ店が志向庵に吸収合併されてしまうんです。あらまあ。では勝てばどうなる？領主様の御用達の店として今後も贔屓にされるそうです。もともと私の店が奪われそうになって揉めているのを知った領主様が、料理人ならば正々堂々料理で勝負せよとおっしゃったのがきっかけでして。そうか、ならば真摯に懸命に作るといい。応援しよう。いえ、もういいんです。おそらく私には勝ち目がない。作れば作るほど自信がなくなって、気がついたら本番当日になってしまった。ああ、それで思わず逃げ出しちゃったってわけね。今は試合が一時中断になっているのですが、時間内に戻らなければ失格、私の負けになってしまいます。え？じゃあ急いで戻らなきゃだ。ダメなんです。足も手も震えてしまって、もう諦めるしかありません。しかしそれではあなたの店の者たちが。はい、分かっているんです。でも弱い自分が情けない。若者、名を小吉と言ったか？はい。小吉よ、その試合俺が出よう。はい。手を見せてみろ。ほら、ぶつかった時にすりむいたようだ。これでは満足に腕を振るうこともできまい。これは俺の責任だ。でも会ったばかりの見ず知らずの方にそんなこと。それに僧侶の方であれば修行がありますでしょ。己が幸せになりたいのであれば、まずは他人を幸せにすること。現代はそれを真理だと考えているのだ。小吉が走ってぶつかったのが現代であったのも因果なのであろう。いいんじゃない、現代久々にたくさん喋ってるから。これ多分乗ってんのよ。甘えちゃえば。しかし現代ね、恐ろしくうまいのよ料理。そうなんですか。あれ、半信半疑ね。よし、現代ちょうど腹も減ってたし、なんか作って。承知した。すまん、少し厨房を貸してくれ。うわー、うまそうなチャーハン、いただきます。
うんま、やっぱ現代の飯は最高だわ。どうした小吉、遠慮せず食べるがいい。ではいただきます。これは、深みがありながらさっぱりとした味わい。米と卵とネギと梅か。昆布から取った出汁も入っている。題して梅昆布チャーハンだ。すごい、あなたの腕ならもしかしてもしかするかもしれません。疑ったりして申し訳ございませんでした。どうかどうか私の店を救ってください。うむ、あ、ただ参加資格はその店の料理人であることなんでした。そんなのふりしとけばいいんじゃないの。僧侶たるもの嘘をつくわけにもいかんだろう。小吉、たった今から現代を雇ってくれ。え、あ、はい。よし、これで現代は晴れて極み屋の料理人となった。何も問題はない。では梅昆布チャーハンをいただいたら会場へ参ろう。いただきます。うん。あ、現代、おかわり。うん。あの、時間ないんですけど。